皆さんこんにちは、もみじです。今回は、配信をテーマにした漫画を紹介します。紹介する作品はこちら。シーカーズ、迷宮最強のおじさん、神配信者となる、です。それでは中身を見てみましょう。全世界が熱狂する動画配信サイト、その名は、シーカーズ。その中に、全く有名でもないのに私的になぜか気になって、チャンネル登録をしている動画配信者がいるとのこと。それがこちらのおっさんです。レアなモンスターを前に登録者の増加を期待しているようですが、いまいち配信のクオリティが良くない模様です。流行りのダンジョン配信ですね。そしてその配信を親に隠れて見ている先ほどの、私、が、いかにも上流階級といった西暦2053年の港区女子で、名前は浅井凛です。と、ここで基本情報の確認ですね。小中学生向けのアンケート結果なのか、今最もなりたい職業ランキング1位といえば、シーカー、で。彼らは世界に7つあるというダンジョンに潜り、アイテム獲得や攻略の配信で再生回数を伸ばすことで生計を立てているとのこと。中でも登録者数1億人を超える人気シーカーは世界中の憧れの的で。リンもまた、こっそりシーカーズの活動をしている登録者数292人の底辺シーカーでした。つまりシーカーズとは一般的な動画配信サイトではなく、シーカーと呼ばれる冒険者専門のサイトなのですね。親の言う通りの人生を歩んでいれば豊かな将来が約束されること間違いなしの彼女ですが、そんなものはうんこ召し上がれ、と、シーカーを目指したものの現実は厳しく、全く登録者が伸びません。親の影響力が及ばないところで実力を認められたいという、金持ちのボンボンが一度はかかるはしかのようなものですね。てことで一人での限界を感じたリンは、以前から気になっていたシーカーにコラボ依頼を申請し、現在その待ち合わせ中とのことで、カフェでお茶を飲みながら約束の時間を待つリンがふと外を見ると、いますね、先ほどのおっさん配信者が。てことで彼がコラボ相手の人物、トールで、登録者は301人と、リンと似たり寄ったりな数字の模様。ところでリンさん、どうして待ち合わせの人物が待ち合わせの場所にいることにそこまで驚いているのでしょうか。まあ何にせよ、髪はボサボサ、死んだ魚のような目に無精ひげ。さらにはコラボにパジャマ姿で来てお弁当を食べながら漫画を読むトールの姿に半ば後悔しつつ、ひとまずは初対面の挨拶を済ませると、予定通りダンジョンに向かいます。その道中、トールから自分とコラボしようと思った理由を聞かれ、同じくらいの登録者なのできっとレベルも同じくらいだから、その方がお互いのためになると答えるリンでしたが、内心、トールの稚拙な動画では視聴者には何が起こっているのかわかりにくいものの、プレイヤーである彼女だからこそ感じる違和感があったそうで、動画で見せる彼の緊張感のなさの正体がわかれば、自分がシーカーとして成長するきっかけになると考えているようでした。なるほど。お互いのためと言いながら自分が得をする気満々のようです。そうこうしてるうちにダンジョンに到着した二人、どうやらエレベーターで指定の階層に行ける仕組みのようです。随分と広いエントランスですね。てことで早速撮影開始。と思ったらライブ配信のようですね。初対面の人とぶっつけでライブ配信とか大丈夫でしょうか。あれ、それよりあなた、親に内緒でシーカーやってませんでしたっけ。本名で顔出しは迂闊すぎませんかね。案の定、グダグダな進行でライブ配信が始まりますが、気を取り直してダンジョン攻略の開始です。コラボということで、初めて11階層まで潜ってみたとのことでした。下の階層ほど強いモンスターが出るんですよね。どうなっても知りませんからね。するとそこに飛んできた虫にリンが悲鳴を上げますが、トールはさらに苦手のようで、一人岩陰に隠れ震えているご様子。これは日常生活がままなりませんね。そんな彼の行動に、リンは女性を差し置いて自分だけ身を隠す身勝手さにひどく幻滅した模様です。おっとこれは問題発言ですよ。男性は女性を優先すべき、という考えが根底にあるようだとすれば、実力主義のシーカーなど今すぐおやめになられた方が良いと思いますよ。てなわけで、コラボ相手の選択を間違えたと悟ったリンが、トールとの絡みを早々に諦め、さっさと魔物を倒して引き上げようと考えていると、
はい、お待たせしましたモンスターです。ウサギとクモですかね。クモは虫に分類されるのでしょうか。そこでリンは、前座としての役割を全うすべくトールに許可を求めると、一人で二体の魔物に突っ込んでいきます。大きいクモは大丈夫みたいですね。ですがでかいウサギにはしっかりパワー負けし、遠距離攻撃が鬱陶しいクモに接近戦を仕掛けるも、剣が折れて相手になりません。前座として完璧な動きです。さらにはクモの糸で身動きを封じられ、リンが11階層に挑んだ自分の愚かさにようやく気づいたその時、ヒル・アンドンはもう十分、とばかりに真打ち登場です。こちらも大きなクモは大丈夫そうです。そして、リンの折れた剣を拾い上げ、俺だったらこうするかな、とレクチャーの開始です。まずは互いに距離を取りつつ圧をかけ、自分の前になった瞬間全力で突進。外骨格を持つ魔物は関節を切り刻み、仲間がやられてもう一方がひるんだ隙に、叩っ切る、のだそうです。魔物どころか遠くの岩山まで切れてますね。そんなこと普通できませんし、できても周りに迷惑ですからやめた方が良いと思いますよ。これには視聴者から驚きのコメントが多数寄せられ、なぜかその表示がニコ生仕様に変貌。大盛り上がりの初コラボとなったのでした。ところでリンさん、シーカーとして成長するコツみたいなものはつかめましたか？その後、リンはもう少し探索を続けるというトールと別れ、一人になって今日のことを思い返してみると、そこでようやくトールが自分の折れた剣で戦っていたことを思い出し、それを、名のあるシーカーでも無傷では帰ってこれない場所である11階層で成し遂げた事実に驚愕するのでした。なんですと？おそらくあなたはその名のあるシーカーより実力は劣るのでしょうし、トールの実力があなたの見立て通り自分と同レベルだったとしたら大惨事でしたよ。これは良くないですね。一方その頃、いつも使っている体験を抱えたトールはと言いますと、慣れない編集で体が鈍っているのを自覚しつつ、296階層に向かうのでした。なんとまあ、確か視聴者のコメントでは、11階層の魔物が D ランクでやべえとのことでしたから、それが296階層ともなると、一体全体 S が何個重なるのか想像もつきませんね。さて、そんな桁違いの男、トールとのコラボ動画は見事バズり、その再生数は瞬く間に100万に迫るという大成功を収め、その動画を見た他のシーカーからのコラボ依頼がトールの元に届くのでした。といったところで第1話終了です。シーカーズ、と呼ばれるダンジョン探索者専用の動画配信サイトが世を賑わす時代で、圧倒的な実力を持ちながらも、一向に登録者が増えないシーカーである主人公が、神配信者への道のりを歩んでいく物語です。まず今あらすじで述べたように、本作品の主人公はトールなんですね。第1話の構成だと、まるでリンが主人公のようでしたが、彼女はあくまでもヒロインの一人という位置づけで、主人公であるトールとのコラボでバズった二人のヒロインが協力し、実力があるのに日の目を見ないトールをサポートしていく、というのがどうやら本筋らしいです。ちなみにもう一人のヒロインであるアキハは、リンとは対照的に家が貧乏で、生活費を稼ぐためにシーカーをやっているという設定の苦労人です。そんな本作品の印象はと言いますと、悪くは、ない。のかなって感じですかね。というのも1巻が丸々プロローグといった構成で、ようやく材料が揃って2巻からが本番といった感じですから、まだまだどう転ぶかわからない、といった内容なんですよね。と言っても、きっちりギャフンと言わせたいムカつくキャラが登場したり、そんな相手にひょうひょうとした主人公がどんな活躍を見せてくれるのか、そういった期待が持てるだけの材料は与えられていますから、面白くなってほしいな、という期待も込めてという感じですかね。ただ序盤の印象はあまり良くありませんね。結論から言いますと、配信に関わる部分が全然面白くないです。まず設定のおさらいをしておきますと、シーカーとは魔物の討伐や配信で稼ぐ職業なんですよね。つまり、冒険者と配信者の両面を持ち合わせた職業です。冒険者としての価値は、強さ。配信者としての価値は、人気、と読み替えることができますから。
それらを伸ばす努力の方向性や評価指標もそれぞれ異なるはずなんですが、シーカーとしての評価指標として出てくるのがどれも、登録者数、なんですよ。もちろん強ければそれに伴って人気が出ることはあるでしょう。しかし人気があれば強くなるという図式は成り立ちませんよね。別に強さに固執せずとも、エンタメやお色気で配信者としての価値を高めることは可能です。なのでそれらを一緒くたにし、シーカーは登録者数が多い方が偉い、とする世間の評価がしっくりこず。シーカーという存在がひどく曖昧なものに感じるのですよ。まあ、レベル、や、冒険者ランク、のような強さを表す代用特性を設けてしまえば解決する話なんですが、それをやってしまうと、登録者が少ないのに最強、という主人公が成り立たなくなるという都合があるので仕方ない話なのですけどね。とはいえそれが作品の趣旨であるというのなら、シーカーは登録者数を競う人たちの集まり、と割り切り、配信者としてどう成功を収めるのか、というところに期待することになりますね。コラボなんてまさに登録者や再生数を稼ぐことを目的とした催しですから。底辺配信者の成り上がりストーリーを思い描きながら読み進めるわけですよ。しかし蓋を開けてみれば、主人公とコラボしたら、バズりました。主人公とコラボしたら、バズりました。と展開に何の苦労も面白みもありません。確かに企画外の主人公とコラボしたことで成果を上げるという流れ自体に文句はありませんが、あまりにもお手軽すぎて拍子抜けどころじゃありませんよ。さらに配信にまつわる描写にリアリティがないんですよね。例えば二人目のコラボ相手である秋葉は、登録者数が251人なんですが、ライブ配信を始めた途端、同時接続者が500人を超え、普通に数千人の視聴がつきます。しかも主人公が、神話の書、なるスキルの持ち主であることが分かった瞬間にはその数は1万を超え、数秒後、実際にスキルを発動させた瞬間、同時接続者が180万人になるというインフレ具合ですよ。まあ、シーカーズ、では起こりうる現象と言われればそれまでですけど、漫画としての誇張表現とはいえさすがにリアリティがなさすぎます。細かいところでは、ライブ配信のコメント一つ取ってみても、ネット民特有の毒や気持ち悪さがなく、すごくお行儀の良い視聴者さんたちばかりで面白みがありませんし、せっかく貧乏なヒロインを登場させても、具体的にいくら稼げるという金額など一切出てきません。とまあそんな感じで、登録者を増やす努力が実る描写もお手軽で、かつその他、配信、にまつわる描写が荒く、この設定にほとんど魅力を感じません。今後訪れるであろう主人公のターンでも、もともと登録者が少ない理由が動画の稚拙さですから、編集を外注にすればそれだけで解決するレベルの話ですし、1巻途中で唐突にシーカーの上位ランキングなるものが登場し、名前が表示されていない1位が主人公であることも判明するので、実力を隠蔽する方が難しいくらいです。とまあいろいろ言いましたけど実は漫画家さんは結構頑張っているんですよね。気になってウェブ原作の冒頭を少し読んでみると、漫画とは結構展開が異なるのですよ。小説は普通に主人公視点で書かれているのですが、最初にコラボを持ちかけてきたリンの動画を確認したトールは、戦い方が危なっかしいから教えてあげなくては、と漫画とちょっと変わったアレな性格ですし、秋葉に至っては、コラボしたという事実が書かれただけで、2年後にヒロインたちと再会するという流れなんですよ。もうほとんど別物レベルの展開で、主人公が誰なのかわからなくなるくらいの改変は、これって普通だろ、の無自覚イラつき成分が抑えられており、かなりマイルドな仕上がりになっている印象です。てなわけで、配信成分はあくまで添え物とし、そして漫画家さんの介護ありきの期待を込めて、悪くない、と評価させていただきます。さて、配信をテーマにした漫画の紹介いかがでしたか？リンが主人公で良いだろ、と思ったあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。